バンバンザイ、ゆみです。るなみです。はい、ということですね、はい、私の格好に見覚えありませんか？いや、めっちゃ思ってた。なんでこれで来たんだろうっていう。いやいやいや、これいつもの。いや、いつもはさ、もちここストレートじゃん。ペチャパイって言いたい。いや、違うけど。いいんだよ。そう、ペチャパイ。覚えてるでしょ。言ってみな。こちらは深田恵美さんに会えると思ったら会えないドッキリで使った衣装です。はい、正解です。今回ね、私がなんでこの格好をしてるかというと、うん、本当に今手触れてるんですけど、はい、とあるヤバい方とアポが取れてしまって。え、ね、うん、いくよ、はい、登場してください、お願いします。こんにちは。こんにちは。やばい。え、ちょっと待って、やばい。皆さんこんにちは、福田恵美です。はい、あー、かわいい。待って、胸でかすぎて。めっちゃでかいね。どうですか、隣に並んでみると、はい、やっぱ全然似てません。申し訳ないぐらい。首どうしたん。やばいですよ、これがやばいんですよ。いや、でも本当に綺麗。もうありがとうございます、本当に。ということですね、深田恵美さんにお願いしたいことがありまして、はい、技師に、はい、一度深田恵美さんに会えると思ったら私だったドッキリを仕掛けたことがあります。拝見しました。はい、拝見しました、全部。はい、本当ですか。嬉しすぎます。はい、はい、汗止まんない。やばい。いや、これのせいだから。絶対ということですね、はい。まあ、あの時からちょっと義士、ああ俺は会いたい人に会えないんだっていう気持ちにさせてしまったわけなんですよ。なるほど。で、今回ですね、私たち協力をして、深田恵美さんに会えないと思ったら会えちゃうドッキリ。今回ですね、はい、いくつか用意してまして、はい、私が最初にですね、うん、深田恵美さんの格好をして、うん、こう真似をして入って、うん、すぐバレるドッキリを仕掛けて、でその後にですね VR をつけてもらって、はい、まあ、私がこう触るんです、うん、触って、うん、行って、はいはい、撮ったらまた私だった、はい、っていうドッキリで何個か仕掛けていくんですけど、その動画内では、はい、深田恵美さんには会えないドッキリでございます、はい、それを仕掛けていって、はい、動画を撮り終わった後に、うん、深田恵美さんに登場していただいて、うん、はい、本人に会えちゃうドッキリってものを仕掛けていきたいなと思います。え、そのさ、VR してる時はさ、深田恵美さんはもう登場してるの？実際、はい、実はちょっと技師に、うん、お触りって大丈夫ですか？あ、全然、あ、全然。やっぱ触っていただいて、はい、できれば、はい、その VR 外す時だけは隠れていただいて、はいはい、会うのは動画を撮り終わってから本人出てくる時だけ登場していただきたいなと思います。わかりました、はい、お願いします、はい、お願いします。ということで、早速仕掛けていきましょう。今日、ちゃんとお風呂入ってた。え、マジで、今日本当にびっくりする。嘘つけ。え、本当にマジ、今日こそマジで深田恵美さんにある。いや、もうね、俺は信用してない。いや、マジだから。ガチで。いや、でも来た時はちゃんと挨拶します。いやね、一応ね、絶対嘘。え、本当に今日入る。マジでガチ。マジで。いや、何しの動画なの？これ結構やられてっからよ。いや、でもガチだよ、次。いや、俺マジで信じてない、信じてない。本当に、大丈夫です。挨拶だ、ちょっと。お疲れ様です。お疲れ様です。普通挨拶使ってる。お疲れ様です。はい、ちょっとありがとうございます。うん、いいよ、みや。すいません、失礼します。いいよ。はじめまして。めちゃめちゃ可愛い。お前さ、みゆ、みゆだって、みゆだって、この人は。ありがとうございます。あと、お前なんで俺の帽子かぶってんの。失礼だから、そういうの。あ、なんか儀式くんですか。そうです、ちょっと礼儀がなくて。ほら、また2回目だ。全然、よろしく。やばい、やめて、サボれます。いや、もう本当に、ね、なんでもうさ、ね、何回やんの、これ、マジで。あと、お前さ、似せるんだったら髪染めてこい。いや、みゆちゃんに合わせて染めてくださったのに失礼だからさ。みゆに合わせてピンクに。いいの、るなちゃん。いいの。いつまでやんのこれ。バレた。当たり前だろ。ただ、えいみさんに会えると思ったら浅田みゆみドッキリー。イエーイ。はい、実はカメラここです。あ、こんにちは。え、大丈夫ですか、この動画。ショックですか。いや、もう会えない気満々できたんで、僕は大丈夫です。今日マジでこれは前段。本当にそう、今から本番だもんね。今から衝撃的になると思う。まあ、今からが本番だから一旦向こうに行きませんか。行きますか。はい。いや、絶対嘘。いや、移動しましょう。はい、ね、俺のリアクションがあれだったから尺足りなかったでしょ。じゃあカメラ動かすね。
はい、ということでですね、はい、キッシュ、もう今から本当に邪念を捨ててほしい。邪念？いや、だって疑ってるじゃん。疑わないでほしい、せめて今からは。わかりました。はい、ということでですね、まずでも半信半疑。うん、OK。 あなたにはこれをつけてもらおうと思います。つけてください。こちらにはね、ちょっととある動画を流そうかなって。実況しないようにしてね。実況しないでよ。はい、ということで、はい、まずこちらが触っていきたいと思います。はい。ハハ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 ハはい、見るね。はい、見る見る見る。せーわ、もっと反応だよ。ねえ、まあでも一発目でこの反応を取れたってことは、多分二発目マジやばい。何回やらせんの、こういうの。いや、これ時間があるからね、持たせたらダメだからさ。もう、えぐいなぁ。あー！わー！なりました。結構失礼だよ ね、 それは相手の方に。だって普通 VR でさ、もうやるじゃん、うん、なんでミュールなミュールの順番な。普通3回目じゃん。用意してます、最後。はい、じゃあ待っててください。はい、じゃあ初心に帰って目隠しをしていただこうと思います。はい、それじゃあ、はい、今お呼びいたしますので、はい、ここでお待ちください。はい、勝ちでくるよ。待って、めちゃくちゃ緊張するんだけど。もうこれさ、ルナのバンジー的なやつじゃないの？呼んで。これは誰？
会うのは動画を撮り終わってから本に出てくる時だけ登場していただきたいなと思いました。わかりました、はい、お願いします。ルナも会いたかった深田栄美さんに会うことができました、はい、YouTube 最高です。ありがとうございま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 す。よかったです。はい、ということですね、はい、深田栄美さんのチャンネルでもコラボさせていただいてるので、はい、お願いします。お願いします。概要欄から飛んでみてください。お願いします。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。今日だけは頼む。なんで。